確かに。めちゃくちゃ疲れた。足が痛い。金橋さんも焼き肉行ってた。足が痛いよ。ツイッター見た。めっちゃ足痛いわ。マジマッサージ行ったけど全然疲れ取れない。MVP。 無料アイテムお願いします。ケンゾー、そうケンゾー詩人逮捕系 YouTuber。 2時間前、被害者いますかって。被害者の方、詩人逮捕系 YouTuber ケンゾー、あの有名な、よく捕まえたな、すげえな。どうやって捕まえたんだろう。歩いてたんかな、その辺。被害者の方います？建造の凸する、すごいよな。お手柄だよね。アラビア、そう、マーミちゃんとの使われです。ガイだった、そうそう、あのふわっちの捕まった。警察じゃないけどね。そうそう、新宿109建造。なんで捕まったか。一緒にホテル行くっつって立ちんぼして、男の人がシャワー浴びてる時に財布から金盗んで、ダッシュライダーダッシュ、アラビアダッシュで、何もやれずに男性はお金を全部取られて、なんじゃこりゃみたいな。上州、何ゲームやって、何ゲームやばい。パパ活だね、パパ活なのかな。やばいよ、やらかしてるよ。一人つつもたすっていうの、そういうのなんつうの最悪だね。俺もちょっと前見たけどね、ライラー今どこにいんだろうね。一緒にいるんじゃない、その YouTuber と。ダメだね、マッサージね。肝心なところマッサージされてない。太ももの前、ふくらはぎはマッサージされたけど、腰とか一番今痛い筋肉、もも前のめちゃくちゃ痛い。筋肉がこう壊れてる、細胞がめっちゃ痛い。エナジーチャージャーです。見た昨日、マジで嘘、今日捕まってるで、今日捕まってる。ライラー確保、買う人いるよ。だってマスクしてるもん、マスク外したらゴリラやもん。さっきやで、2時間前のツイートやで、建造に逮捕された。何して捕まった、さっき言ったじゃん。立ちんぼしてシャワー入ってる間に金だけ盗んでダッシュしたんだよ。ロナウジーニョだよ、ロナウジーニョ、ガリガリ。絶対にもツイートしてた。
そう、動画にあったでしょ。うん、被害者からアイテム来てる。ライラの被害者からアイテム来てる。被害者、えっ、そうなん、マジで。ちょっと、あの被害者の方さ、健三さんにさ、DM してくれない？今すぐ。なんか、お金返してくれそうじゃない？いくら取られたの？ちょっと DM して、俺に。被害者探してんの、今。しかも、ふわっちの配信者さんよ。8万か、マジで。ちょっとあの、俺に DM して。事件、事件、事件。探してるで、8万でしょ。DM ちょね。あ、来た来た来た、被害者来た。LINE 事件です。被害者来ました。健三さんにちょっとさ、それを伝えないといけない。大至急 LINE。 新宿109だっけ。あ、来た来た来た。オッケー。これだね。で、被害者いますかって言ってるでしょ。被害者の方いますかって。前のアカウント、アーカイブにライラのやつあります。前のアカウント、それちょっと見ようか。もしもし。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あの、名前って公表しても大丈夫ですか。はい、名前って公表しても大丈夫ですか。あ、全然いいですよ。あ、多分知ってる人は知ってる。あ、いいですか。あの、ふわっちの配信者のゆくんです。ゆくん、ゆくんね。この方が、いや、ライラに8万円取られた。8万円、知ってる人は知ってると思う。知ってる人は知ってる。ゆくんね、あの健三さんのツイッター見ました。いや、俺知らない、その人知らないんですよ。誰か知らない。その人に一回 DM してほしいんだけど、どうやってアカウントをどうやって。アカウント教えるわ、今 LINE に貼るわ。あ、お願いします。うん、ちょっとすぐ電話してみて。8万円取られましたって。はい、お願いします。あ、あの、ちなみに、うん、あの前のアカウントもゆくんってやってて、うんうん、そこに何アーカイブがあるの。それも伝えてほしい。あの、はい、証拠の動画もあんの。いや、あの、撮られた時の証拠はないですけど、その後に、うん、あの、俺別のアカウントでツイッターから連絡して、うん、そのパパ活のあの約束を取ったんですよ。うん、そしたら急に叫び始めて、叫んだ、消えたんですよ。消えた。はいはい。で、一緒にホテル行ったの。あ、行きました行きました。行きました、はい、なんでライラ買ったの。うん、いや、俺もともとあいつがふわち配信者って知らなくて、うんうん、で、そのツイッターの画像がめっちゃ可愛かったんですよ。あー、騙された。はい。あー、違う画像貼ってんのあいつ。あ、全然違う。しかも、うん、しかも、うん、あの、俺細い子好きだったんで、おうおう、
まあ細いっちゃ細いけど、うん、で、まあ、マスクもしてたし、うん、あ、まあ違うけど、まあ可愛らしいんじゃないかなと思って、うん、行ったんですよね。騙されたんだ。風呂入ってる間に、うん、全部取られて、うん、で速攻フロントに電話したら走って逃げたよって言われて。なんで逃げたんだ。お金だけ取って。お金だけで、なんか走ってシャワー浴びてたの。その時ゆくんはシャワー浴びてたの。あ、そうです、そうです。あ、ちょっとじゃあそのさ動画も残ってるっていうのをさ、ケンゾーさんに言ってくんない？被害者だって。あ、ちょっとツイッター教えるわ。あ、わかりました。うん、お願いします。はい、失礼します。今日って会えます？え、今日会えます？あ、いや別に、え、今どこにいるんですか？今、新宿歌舞伎町。あ、まあ別に行こうと思えば行けます。あ、マジです？ちょっとそれでさ、その、ケンゾーさんに今日、あの展開次第ではゆくんがケンゾーさんとライラー3人で会うかもしれないんですよね。いや、でもなんかあいつ、あの、なんかあれを、ヤクザ呼んできたんですよね。え、何を？ヤクザ呼んできたんですよ。えぇ、ヤクザ、ケツ持ちじゃないけど。嘘でしょ。ガチです、ガチです。じゃあそれもちょっと伝えて、ケンゾーさんに。はい、うん。じゃあとりあえずケンゾーさんの DM 送るわ。DM とかアカウントで。はい、はい、じゃあね。はい、はい、失礼します。やべえな、あいつヤクザ呼んだなんて。黒幕がいるの？ケツ持ちが？ケンゾーさんにお願いするしかないな、これは。送った。ゆくん送ったよ。既読つかないな。ゆくん、あー、ケツ持ち、ケツ持ちいるの。へえ、闇だな。ゆくん配信してる？逮捕されたで。あ、これか、この子や。配信してる。拳銃みたいなアイテム、何それ？何それ？拳銃みたいなアイテムじゃない？何それ？この子が鍵を握るね。ゆくんに無料アイテムお願いしますね。ありがとう、とくんちゃん、もうありがとう。ゆくんに無料アイテム。ゆくんに無料アイテム。あ、失礼します。皆さん、なんか配信中にちょっと電話しちゃって。彼女と別れたの？ニキと喧嘩したとかどうでもいい、どうでもいい、そこじゃないんだって。うん、天城ふさぎとかどうでもいい、そこじゃない。今日は大至急煽って、ケンゾーさんに DM して。そこじゃないんだよ。被害者見つけた、被害者、ライラの。これね、これ2時間前だぜ。今10時でしょ。8時に逮捕。詩人逮捕系 YouTuber ケンゾーさんに、うん、写真付き。見えねえ？これ見えねえの？見えるべ？
見えるよな。そう、新宿109の人に逮捕された。健三さんに逮捕やで、この子。ほんでヤクザ使うんだってよ。歌舞伎のホテルに誘って男性がシャワー浴びてるタイミングで金を抜き取り逃亡していた窃盗女を捕まえました。この女の被害者いますか？いました。ふわっちの配信者でゆくんですね。8万円。うん、怖いね。うん、どうなのこれ。いたよ。なんでライラが8万円で買ったの？8万円かねえか、1万ぐらいか。馬面のお部屋のライラ、ライラがヤクザ使ったなんてよ。ヤクザ出してきたって。瞬足瞬足。まだ捕まってなかったのかって感じだね。だからこの YouTuber が捕まえたんだよ。今日警察に連れてくんじゃない。バックがいるんだろうな。怖いな。ヤクザは書けないからね。いい加減にして。ヤクザとか物騒なね単語書けないから、もう勉強してよ。アンダーバーやめてください。3の方がいいかな。受け子なのかな。でもなんでだろうね。なんでヤクザと繋がってんだろうね。なんで捕まったんだろう。多分追いかけてたんじゃない。ほんでなんか情報がすごいんじゃない。その YouTuber の人はどこにいるかとか。あの Z リーさんって知ってる？ Z リーさんがリツイートしたんだよね。早かったよね。 Z リーさん見た？うん、あ YouTube で見れるね。ライラがあの走っていくところ。ああ知ってる？ Z リーさん、パパ活で悪いことしてる。だいたい裏で繋がってる。ゆくん既婚者なの？嘘でしょ。既婚者？鼻水がすごいんだよ。ティッシュ欲しいわ。ティッシュ、ティッシュ欲しい。ほんでちょっと車に戻りたい。ヤクザ絡んでんの、そういうのって。なんかパチンボとかでさ、お金盗んじゃうのはヤクザがそういう商売してんの。そうな、お金借りてる。あーヤクザにお金借りてるから、お前男とホテル入って金持ってきちゃいよって、そういうことで。なんかトラブル起きたら俺が行くわみたいな、そういうこと。あーなるほどね。弱めは握られてんのか。それどうなん。風俗で働かしたらよくない。筒持たせ。筒持たせ怖くね。それじゃ諦めちゃうね、被害者は。もういいですよってなっちゃうね。泣き寝入りになっちゃうね。うん、10個かまいらすこい。ちゃこちゃんです。そうなんや。もう競走馬みたいなダッシュするで、普通に上がり最速やで。しかも